時刻表昭和史は、気候作家の宮脇俊三が1980年6月に発表した随筆。時刻表2万キロ、最長片道ギップの旅などと共に、彼の代表作と評価されている。また、宮脇が最も愛着を持っていた作品でもある。作品は、当初、米坂線今泉駅前で、玉音放送を聞いた時の話で集結していたが、 1997年5月に戦後直後の話が過失増補され増補版時刻表昭和史として再発表された。この作品は著者が自分の少年青年時代の体験をもとに昭和戦前から戦中にかけての時刻表掲載の鉄道ダイヤ変換の歴史と同時代の歴史をたどったものである。少年期では昭和前期のサービス精神にあふれた 国鉄の様子が山手線、急行列車に乗るなどの経験を通して説明されている。作品後半部分になると、日本が太平洋戦争の体制に入り徐々に深刻な情勢になっていく様子が列車の運転本数削減と、その中での作者の体験などを通して説明されている。著者の父、宮脇長吉が軍部の専門に反対した自由主義政治家であったことから、 父の苦悩や軍人との対立を描くなど、ただの鉄道史に終わっていないのが大きな特徴である。累計発行部数は15万部。造法版では、戦後初期の国鉄が徐々に立ち直っていく様子が列車本数の増加などをもとにして描かれている。また、戦後の国内情勢が不安定であることも合わせて記されている。戦争後数年を経過して、 日本が戦争から復興していき、作者が自らの進路を決めようとする中で本書は終わっている。作者の宮脇は当初、鉄道における終戦は1945年8月15日の玉音放送時ではなく、石炭事情の悪化による1947年の原料ダイヤを経て改善の兆しを見せた1948年のダイヤ改正の頃と捉え、 そこまで記すつもりであったが、米坂線のところを書いたところでその先を書く意欲が失われたという。しかし、先を書きたいという気持ちは残っており、その17年後、一時絶版となっていた時刻表昭和史を図王補版として再刊する際、念願が叶ったと述べている。図王補版で追加された文、ありがとうございます。